どれぐらいこうタイムが出せるかっていう部分で、まあ、前回はねちょっと路面状況があまり良くなかったんですけど、ただね今回まずある程度煮詰まってきたところでどれぐらいタイムが出るのかっていうのを試していたんですけど、まあ、タイムをね、前回よりも1秒、早く走ることができて、だいぶ車のそのフィーリングと自分のドライビングがだいぶ合ってきた感じがあります。16秒8まで、行ってるので、まあ、そういった部分では約1秒ぐらい、前回が17秒8だったので約1秒速くなってます。前回も結構いい天気ではあったんですけど、今日さらに気温も上がってきましたので、冷熱系関係ですね、こういったところが使用に耐えれるか、今日いい確認の場になると思います。今ですね、ワンウィークレースなどに向けまして、